お疲れ様です。ラットです。そしてどうも、ドムゾルです。そしてヘイヨー、ケンズメシです。ありがとうございます。新鮮ですな、この並びが。新鮮ですな新鮮じゃないですか。新鮮ですな。絵がね、面白いっすね。初出ですよ。新鮮ですな。初ですよね、多分動画撮るの。いや、僕はね、もうドズルおじさんは、今日ちょっとラットパイセンが二十歳になって一緒にお酒を初めて飲んで、ちょっとなんか感慨深いなと思っているんですが、ケンツお兄も21歳になってで、ね、ラットがあんなにも小さかったラットが二十歳で、こそじゃない。もうやとか言ってそうか、涙がちょちょ切れましたね。ちょちょ切れますが、今日何するんですか。そんなこともあったんですけど、はい、関係なしにサンドバッグやっていきたいと思います。いけ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 あー、これもうほんとね、年寄りをいたわらないですから。この人たちは結構韓国でも有名でした、ドズさんのこと。え、なんで、ドズグさんはサンドバッグですみたいな誰からいや、みんな言ってました。みんな言ってた。やばい、韓国プロ選手にもボコされる。いや、でも聞いてください。この前ラットさんとコラボ動画撮った時は僕勝ってるんですよ。泣いてたんですよ、その時。なんか動画の後に、あもうごめんなさいっつって。結構泣くっすよね。泣き虫だからそれ泣いてて、いいんですか、またその同じようなそのサンドバッグしちゃって。今だけっす、本当に。喋れなくなりますよ、後で。本当に。いや、泣くなよ、ラットマジで。泣くの禁止。え、今日のサンドバッグは、はい、今日はですね、はい、トリプルエリクサードリドラフト、トリプル、違う、トリプルドラフトチャレンジトリプルドラフトチャレンジなら、はい、全部右側だけでも勝てるせいです。ありがとうございます。まあ、3つ選択肢がありますからね。はい、それでかいですね。あれ全部右、僕は普通に選んでいい。僕は全部右だけでも、はい、勝ちました。余裕です。いや、これはね、これがだいぶよ。20になってやっぱ息がそうですよね。おんねほんまにそれはだって僕だってもうちゃんとしたデッキができますもん、はいはい、3種類。まあでもとはいえ、どうせなんか勝てるか負けるよ。2枚下のゴンケ。まあ行きましょうか。俺自体もどっちにつこうかなってドラフトするっつってな、はい、ちょっとうまいな、うまいな。でも後で多分、okay. 裏でボコられる。さあ始まった。いや、これ一番当たり、全部右だよ。初っ端のバルキリー当たり、勝った。もらっても右でポン、トルババ、勝った。ガゴムレ。あー、なるほどね。ちょっと言っちゃうとダメだよ。言っちゃうとあれだから、ドズさんが知っちゃうから、はい、入れちゃった。でも、はい、もうラットもバババ全部難しいなー。連打難しいな。8枚結構ね、これ時間も難しいんですよね。早くしてください。いや、ちょっと待って。まだ3枚じゃないですか。そりゃそうでしょ。8枚選んだ。ちょっと待ってタイム遅いな。いや遅いじゃない。遅い、困りますね。ごめんなさい急ぎます。あ、勝った、勝ちました。ドズさん余裕っすよ。これは勝った、本当に俺相手の選択肢の全部右ミスったんで。悪いやついるんだけど。難しいな。今回のチャレンジは、はい、その3つあって、その相手がこの3枚から選ぶってのは分かるんですよね。そうですね。だから相手の選択肢も見て選ぶんですけど、いろいろ考えながらやるんですけど、全無視した確かに相手のカード見えたじゃん。そうなんですよ。けど早すぎて追えないから、早く押せって言うから。お願いします。まあ、なくてよくね。まあね、ドズさんだしね。いやもうね。ちなみに、はい、このサンドバッグ企画で2連敗したらもう引退よ、サンドバッグ。確かに。ですよね、うん、もう2連続は引退説で。負けないですから、ね。20位にもなってそれは恥ずかしいですよね。まさかね、うん、まさかそんなことはない。めっちゃ20引きずるじゃん。まあ、でも負けなきゃいけない話だもんな。こんな2枚舌初めて見た。やべえやつや。さあ、ランダムラットデッキとドズルオリジナル。オリジナル。集中します。これはもうちょっとね。さあ、ドズル選手、今回はどんな、コンセプトでこのデッキを選んだんですか。いやもうね、やっぱ僕も成長してるんだっていうのを見せたい、うんうん、なるほど、うん、世界にアピールしたい。なるほどね。無理です。さあ、ラット選手、今回はどんなかコンセプトでこのデッキを作りましたか。あ、拾ってきました。はい、右から、はい、右から拾ってきました。じゃん。でも割とね、そのえなんで3枚やって柳目選ぶ人いる。いや、そうなんですよ。いや、だってすごい隣からガゴムレガゴムレって聞こえたんで、ちょっと僕でも社会を教えんとな。え、社会を教えんと。そういうことですね。はい、勝ったもんがルールなんで。はい、うん、まあそうですね。まあいや、でも勝てそうっすけど今のとこ。なんかえ、本当に、本当に。でも意外と、でもなんか全部呪文とかじゃないね。
そこはあ、でもここあのトリプルドラフトって割とちゃんとしてるんですよね。Aバランスっすよね。大型と小型呪文がちゃんと入るようになってるんですよ。ラフトやべえ、相手予習してきてるぞ。いやなんかね、分かりやすいチャンネルあったんですよ。なんかドラフト、はい、トリプルドラフトチャレンジすごい推してるチャンネルがあって、あそれで予習したんですよ、分かりやすくて。あの剣詰めしてるんですよ。そうそう、マジ最高っすよ。はい、いけますよ。いけ回転きつそうっすよ。ガゴムケとかやがんでるんで。オッケー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 。ヌーブヌーブ。ヌーブっすね。ヌーブ。いやー、きつい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 。早くもきつい早くもきつい。え？いやいや、大丈夫です。勝つ気あります？じゃあ俺さ、待って、あんまサンドバッグ見たことないんですけど、はい、こんな言うんすからと。いや、言う。サンドバッグの時は、ライキ君もラットも、マジで手加減なしで言ってくれ。ルールはない、この、なるほどね、この企画に。いやそれっぽく しとんな。いやいや大丈夫大丈夫。とはいえとはいえ勝ったよ、だって。いやと思うじゃないですか。もうね、ゴーレムは残り20秒から。こういうことで、はい、こっからっすから。ずるいわ、間違いなくずるい。いやいやいや、こっからっすよ。まあ僕も負けませんけどね。いや、いい勝負ですね。むずいな。よしよしよし。いやね、削り呪文持ってない可能性もあるんでね。いや、ファイボが、ファイボ僕持ってないですよ。え？はい。あれ？さっき何があった？まあ、使ってないですよ、ファイボ。絶対ファイボあったでしょ。あー、痛い、一発が。よしよし、よしよし。あれ？なんか、弱え！相手弱え！あれ？あれ？あー、韓国かなぁ。いや、ラッポン、いや！いや！やっぱな、やっぱな、若さイズゴッド。右だけで余裕っすよ。エモい、マジエモい。全然ゴール出させてもらえんやった。おやぶん大丈夫っすか。これね、ちょっとね、やっちゃいますか。いけいけいけ、俺が行きますわ。やっちゃいますわ。これじゃあ、はい、ガチンコで。いや、このトリプルドラフトで頼んだラットが全部右ならこれ全部左でいくわ。あ、そういうこと、はい、優しいね。優しい。同じルールの上で。同じルールの上で。でも言い訳できないですよ、逆に。うん、そうです。言い訳できないやつ。やっちゃいます、どうぞ。見てください。お願いします。お願いします。すげえな。俺、全部左でいいですか？左で。じゃあ右で。僕、審判、ちゃんと見てます。右でいい。これ見ないよ、俺見ないから。あ、見てない。もう見てない、見てない。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。1枚目からめっちゃ見てる。明日の予定なんだっけな、つって。もう全部めっちゃ見とるやん。スポポン、めっちゃ見とるやん。相手のデッキ暗記しとるよ。早くして、早くして。うん、もう一枚一枚。あ、まじそんなこと言いやいや。これで俺は自分だけ見ると。まあ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 。余裕。あ、面白い、でもどっちも。さあ。ちょっと勝てそうだな、なんかでも。さあ、よろしくと。さあ、始まりました。よろしく。言うたらね、もう余裕っすね。本当に。いや。はいはいはい。それは。せこくね、ちょっと。え、いけがやじ。いや、こいつ、あ、いや、ファルチが、あ、ガゴムゲでファルチを倒す男。おったわ、おったわ。おったよしよしよし。あれ勝てそうだけどね。ムーティー強いですね、ちょっと。ムーティー入りましたね、綺麗に。うん、いや、これはさあ、待って、こっち取るの。はいはいはい。まあ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 。いや、今トレンドのファルチをちゃんと入れてきている。やっぱ大事ですね。まあ大体なんかね、もう余裕っすね。相手がどういうカードピックしてきたっていうの分かるんで、分かんない。大体相手がどういう取り方してるか分かるんで、分かんない。絶対分かんない。全部右なのに、ね、あ、全部相手おそらく左とか選んでるんで。はいはいはい。ボーラー、まあ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 、相性いいっすね、これ。デッキ分かんな。いや、分かるも分かんないもないから。でも、あの、小島がレイジをしてきたっていうことは結構それがメイン、はい、そう、ね。それがメインなんで。相性いいっすね。あ、おっと、うん、ああ、これはね。よいしょ。ちゃんと弱くなったトリトンも。ボーリン。まあ、ガゴムレ来んのかな。いやー、これは相当きつそうよ。嫌な雨。もうね、対策してますから。ウォールブレーカー対策が嫌な雨ですよ、時代は。最先端。後取られる、後取られる。よしよしよし。うん。あれ、ラットは全部右だよね。うん。もちろん。うん、なるほど。まあまあまあ。ちょっと強いけどね。まあ、確かに。今んとこね、ちょっと右の方が強そうです。全部左より。なるほど。まあ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 、こっからっすわ。むずいですね。まあ結局 PS ですからね。お互いで辛そうだな、なんかここまで来ちゃうと。それは PS だよな。うん。これは
いやレイジで、いやガイン入る。うおいい PS なんだよなラットさんよPS なんだよ今のフリーザーガゴムゲでガゴムゲでファルチを処理する男使われたあれラットさん、あれどうしてそんなに大きくなっちゃったんですかラットさんやばい、あクエイクか、クエイク相性悪いな、やばいまずいぞ、クエイク相性悪い、煽られてる、まずいぞ、クエイク相性悪いわ、これはまずいぞ、いやこれはクエイク相性悪いな、いや相手多分ね、これがしんどいよ、これかなりきついでしょうね、20秒あればいけるよ、さあこっから作れるか、作れるか、まあ、フリーズが来るんだよね、まあ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 、うーん早く早く頑張って、いやとはいえきつい時間があーやばいやばいやばい奥田早い奥田早いまだ待って戻って審判審判注意されるやつ審判に注意されるやつ下げずこれがね、はい、奥深いんすわ、はーやっぱ違いますな、自分のチャンネルで宣伝しとるだけはある、本当にもう俺もトリプルドリフトを極めし男ってやるもんね、いやな別にトリプルじゃなくてもやりました、普通のドリフトでも一緒だから、はい、ドラフトでも一緒だからまあまあまあちょっと一回ね、はい、ガチやってみたいかも、あガチ一戦やりましょうよ、ガチガチ一戦、あトリプルドラフトのねドラフトのガチ、やっぱりマジでむずいんですよこのドラフト、俺のデッキまあまあ発狂すぎるでしょ、見せてよみんなに対戦履歴から、フリーズ入りの、やば、世界三大呪文入った、ね、世界最大呪文フリーズレイジーヤナハメ勝てたな、そうそうそう、これでもやっぱ、まあ、でも完全に気抜いてましたね、確かに確かに、これがやっぱ20歳のね、はい、まあ、やっぱ1年の重みですか、そう若気の至りっちゅうんかな、確かに確かに、二十歳本当に関係ないからなんかパルチェ出しときゃいいみたいな感じだった、そう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 、よしガチのね、さあさあ始めました、考えます、これね、やっぱ大事ですからね、あーこれ相手マスケ取りだろうな、どうせネクロマンスター取りたいだろうけど下方修正されたからどうせマスケ取りたいだろうなめっちゃ言うやん、どうせマスケだろうな、まあ、ケンツはベビーかハンターですね、ベビー弱くなりましたからね、そうっすね、うん、2人とも結構長考する、でも8枚選ぶんでね、時間切れに注意、考えます、いやこれ暗記力めっちゃ大事じゃないですか、そうなんですよ、だから相手がどんなデッキのパターンがあるかを考えながら選んでいかないといけない、こうかな、むずこれむずいですよこれね、結構面白いし、うん、難しいんですよね、うわ悩む、どうすっかな、悩む、こうすっか、さあケンツ、いやちょっと時間ないですよラッパイセン、マジですか、はい、あと20秒、そうこれね8枚選ぶのに結構時間ない、結構時間かかるんですよ、あーでもお互い面白いデッキができてる、あと10秒、ちなみに最後の2秒ぐらいで選んだやつは選ばれないことがあるんで、パッパ選ぶ、最後最終どうしよう、勝ったうれデッキは来ました、はいお互い決まりましたね、完成度やっぱ高いですね、始まりました、剣詰め師スペシャル、いくぞ、お互いね結構完成度高いと思います、デッキ名言っていいですか、はい、夢とロマン、夢とロマン、はい、ラッパイセンはないアンノウン、だいたい頭に入れてたんですけど、はい、まあ、とはいえその自分の使いたいものを使うっていう、僕もそのスタイルですね、あ全く動かない、動きなし、うーん動けないんじゃねえのか俺に怖がっておい動いてみろよ、どっちだろう、そっちだよ、出しちまえよ、はい動いてみろよお互いめっちゃ動けないんだよ、動かないじゃないですか、まあね、20歳怖いのもわかるよ、うん、今日めっちゃ20歳一歩踏み出そう、関係ないんだよな、本当に関係ないんだよ、いや待って、でも俺ね本当にトリプルドラフトはね、おもろいと思いますね、1分、1分切るまで動かない、いやこれだセス超大押しですからね、はい、セスが温めたもう超おすすめ、初めてやってる人に負けたら動画出してんだよね、うん、いやもうさっき勝ったからごめんねなんかさ結果が全てなんだよねですよね、親分、いや間違いない、刺さる刺さる、勝ったやつが強い、勝ったやつが正義なの、さあ始まるよ、さあ1分切るぐらいから動き出しますかね、でも1枚見えると全てが当てはまる、個人的にはこれ相性差はねほぼないんじゃないかな、ってことは俺の勝ちですかね、どう仕掛けるか
相性トントンなら俺勝ちっすよ。言われてるぞ。なんでわかんないから、ね、ちょっと勢いがいつものさっきの引きずられてる。いつものがあったから、ケンちゃんって余裕っすねさっき負けたこと引きずってるさあ1分切りました。おー、みなしん、まあまあまあ持ってくと思った。あー、ホバリングね。まあまあまあ、これはお互い見えてきましたが、おお、ここは両サイドいいプレッシャーをかけていく。いやー来た、いきなり仕掛けていく。いや、これは結構きついか。いやー一気にスケルトンラッシュが大ダメージ。あ、おお、でもだいぶ抑えたな。ラットのスケフリってやつですか言ってないけど、ラットの哲学スケフリ、スケフリバージョン。さあ夢いけ。いやー、これはこれが夢ですね。はい、いや勝ったんですね。ちょっと結構でもきつそうですね。フリーズが来て、スケラが来て、よいしょ。さあ両サイド一気にこれはフリーズで来るのか。いや来ない、トルネード。うーん、こうなるとケンツパ一戦的にはかなりきついか。うん、うん、気に入ってんじゃん。うんあれ、あと500しかないじゃん。え、500もあるで。ポジティブだな。これがロマンですね。はい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 。さあテッカロイ、ここは5をかましつつローリングッドで、うん、入んない入んない、いやー守りがうまい。入んない入んない。優勢になった途端態度が大きくなる。よし、いやこれはきついでしょ。ドスさん、はい、きついことなんてないんす。きつそう、きつそう。お、うまい、うまい。きついことないんす。うまい、やばい、ちょっとやばいんだけど、これはうまい、これはうまい、さすがにうますぎる。マジか、スケフリをほとんどノーダメで。じゃこうなると、おお、そっち右も左も押さえて、さあミナシン来てファイボで飛ばす、ノックバックが効く、もう一発。いや、これ分からんくなってきたぞ。あ、でもゴブリンサイダーちょっとこれが確かにきついんじゃないのかな。これうーんしてますけど、あれ、うん、あれノーリアクション。俺の負けだよ。いいやつになんだよ、いいやつ。確かさっきまで煽り散らかしてたのに。やっぱ強いっす。俺の負けっす。今だけ、今だけ。え別人じゃん。やっぱラツさん違いますね。ラツさん違うっすね。す、今後もサンドバッグとしてぜひオーガをね使ってください、使ってください、お願いします。もちろんです。いやおもろかったな。確かに面白い、初めてでしたこれ、めっちゃ良かったこれ、うん、確かに。さあこれラットチャンネルといったところで、はい、はい、苦手な締めを、はい、苦手な締めをお願いします。締めをお願いします。はい、ということで、はい、はい、もう一回いこれ使いましょう、これ使いましょう、これ使うよ、これ使いましょう、使いましょう。泣くなよ。泣くなよ、泣くなよ。感極まって。頑張って。完成。みんな見てる。確かに確かに。はい、ということで、はい、初めてね、初めてかな、こんな感じのメンバーで、まあ、できてちょっとね、面白かったですね。またね、うん、上がると思いますし、今回ね、はい、ドズさんとケントのチャンネルでもね、撮ったんで、ぜひ、そちらも概要欄からね、動画ね、見に行ってください。お願いします。はい、ということで。こんな感じで終わりにしたいと思いますよ。バイバイ。バイバイ。